ようこそカラスの力へようこそ、今日はカラスの力の動画の質をちょっとでも上げたいということで、ある商品頼んでたのが来たので開けていきたいと思います。何かと言いますと、これ犯罪か、こっちや、はい、ポータブルビデオグラフィーキットです。何か言いますと、動画撮るキットやねんけども、一応マイクがメインの商品になってます。で、なんでマイクかっていうと、パパが喋ってる内容がボソ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 、何言ってるかわからんっていうクレームが散々届いていたもので、マイクのせいにしてしまおうっていうことで、マイクさえ良ければ聞き取れるんじゃないのっていうことで、マイクをつけてみたいと思います。それでマイクさえあれば俺のしゃべりが聞き取れるんじゃないのっていう、そうかね、もうちょっと声を張るとかね、マイクの近くでしゃべるとかやりようはまあまああると思うねんけど、まあでも一回これを使ってみて、良くなればよし、ダメならばがっかりっていうことで、一回やってみましょうか。アリキさん、ちょっとツンツンやめて、大体予想してたけど、それはやめて、できればやめて。んで、これ説明書、日本語の説明書あるって書いてあったけど、あるある、限定、ただとりあえずじゃあこれセットしようもん、セットして、これにセットして、んでもう取ったらええねん言うたんだからね、今のこの俺の声がどんだけ聞けるようになるかっていうのを撮ってみましょう。 OK、 じゃあ一旦、アプリの設定とかもあるから、一旦アプリの設定をするわな。やめて、大事で、うだうだちゃんと言って、そんないるもんちゃうか、なかったね、持ってきたね。よし、じゃあちょっと準備してこようか。はい、セットしてみました。こんな感じになってます。マイクが一応これでつながったはずなんで、このこもった声が多少クリアになるんではないかなと思うんで、今からそっちで撮ってみたいと思います。で、音の差っていうのがわかるかどうかやってみたいと思います。ただちょっとなんか設定があったんやけど、アプリでその辺がちょっと微妙なんで、どこまでいい音になるのかならないのかは謎なんですけども、ちょっとリキ、それはやめた方がいいんちゃうか。 OK リキ、はい、じゃあそっちのマイクついてる方で撮ってみましょうか。こうした方がいいかな、こうやって、あ、これいいんちゃう、同じ映像を両方で撮って、で音声がどれぐらい差が出るのかっていうのをやってみたらいいんちゃうかなと思うねんけど、こうした方がいいかな、こうやって、あ、これいいんちゃう、同じ映像を両方で撮って、で音声がどれぐらい差が出るのかっていうのをやってみたらいいんちゃうかなと思うねんけど、135度ってなってた手前に、だから135度の位置にいやんと音を拾わへんよみたいなことやと思うねんか、だからこれが135度に入ってるんかどうかがわからん。痛い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 、何しとんねん、
こっちで撮るからな、お前そんなしてたら。悪さしてるとこはこっちで映ってんねんぞ。あら、来てすぎ来てすぎ。ただこの弱点はな、気が使えへんことや。おい、ほら、ちょっとお前なんか同じこと。あ、もう撮ってもらおうわ。なに、リキー、どうしたんだ。なに、ご飯、またご飯食べたとこやんか。ご飯食べたとこですけど、まだ食べんの？何食べる？ご飯食べんの？なんかどんなご飯しようか。いいで、ご飯。ご飯食べましょうか。食べてへんやん。食べてないやろ。自分で食べんの？なんよね、自分で食べんねんと食べたよ。どうぞ。めっちゃ食えちゃった。なんだ？めっちゃ食ってる。お水のお水。はい、お水。ちゃん、さあ。いいの？で、もう一回ご飯。もう一回ご飯。あ、そうか、これ外側やったらさ、これこっち向けなあかんのじゃん。向き変えるみたいな。ちょっともういい、もういいやろ、もういいやろ、もういいやろ、返してや。これずっと話やんけ、さっきから。返してください、返してください。いやろ、いやろ、持ってくれんといてくれる。あー、助かる。はい、ありがとう。あの、終わりにするわね、どうぞ。あ、いいやろ。よし、じゃあ、とりあえず、とりあえず今日はこの辺で。かー。かー、言うや。ありがとう。